はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。久しぶりで、お久しぶりでございます、コートでございます。まあこの間ね、その適当な動画YouTube のアプリパッと上げただけの動画上げたんですけど、今日はちょっと、まあ、それよりかは手の込んだことをしようかなと思います。今日は何の日だと思います？皆さん何の日だと思います？もう僕ちょっとテンション上がってるんですけど、いやね、まあつい先日、Apple さんから発売開始された iPhone12 と 12Pro ってあったじゃないですか。僕本当はそれをまあ我慢しておいて 12Pro Max を買おうと思ったんですよ。 12Pro、 12Pro Max、 12 mini っていう4種類あるんですけど、一番でかいのが 12Pro Max なんですけど、そっちを買おうかなと思ってたんですけど、まあ、たまたまその家族でそのちょっと出かける機会があって、その時に近くに au ショップがあったんで、まあ、僕 au なんでね、ちょっとなんとなくあるなと思って入ってみたんです。そしたら10機置いてあったんですよ、12と12 Pro のだからちょっと手に取ってみたんですよね。あ、こんなもんかと思って手を触ってみたんですけど、そしたらね、僕の思ってる以上にでかかったんですよ僕今使ってこの撮影も編集もしてるのこれ7なんです、 iPhone7 なんですけど、そこから比べたらなんかすげえでかくなってて、その分画面もでかかったんですけど、いやこれ12 Pro Max にしたら充電の持ちとかいいかもしれないけど、でも重たいしでかすぎるなと思って、でそこまでしてカメラ性能を求めてるわけでもないな、じゃあプロでいいかということで、一昨日ですね、ネットで、iPhone12 Pro を、予約しまして、今日これから、東京は、丸の内そうですね、Apple Store 丸の内の方にちょっと取りに行こうかなと思っております。まあね、もともとは12 Pro Max なんで欲しかったかっていうと、充電の持ちが一番いいからなんですよ。やっぱり一番でかい分バッテリーの持ちも一番いいんですよ。今までっていうか、僕はなんで携帯を変えたいかっていうと、別に正直ね、7にそんな不満ないんですよ。ちゃんとフェリカとかも使えるし、まあ、指紋認証だしね、まあちょっと C っていうならストレージ容量がちっちゃいっていうのはあるんですけど、でも別に今のところそんなに大きな問題もなく動いてはいるので、まあいいっちゃよかった、変えなくてもよかったっちゃよかったんですけど、でもね、バッテリーの持ちが異常に悪いんですよ。常に省電力モードにしてないと持たないとか、もう外行くときはモバイルバッテリーを絶対持ってなきゃ、もう携帯切れちゃって帰ってこられないみたいになるんで、それが本当に苦痛で苦痛で仕方なくて、もうだから早く変えたかったんですよ。そしたらこのタイミングで iPhone12 が出るということで、いやこれはもうやるしかないと思って、もう僕のアリがね全部はたいて携帯を買い替えることにしました。まあそれでね、その携帯ってその日常的にその毎日毎日何時間も使うものじゃないですか。そこでストレスを生みたくないなって、あとはちょっとゲームとかしててもそのすぐ発熱しちゃったりとかして、まあ処理落ちしたりとかアプリがすぐ落ちちゃったりとかしたりするので、あとは携帯が熱くなった分動作が重くなったりもするので、それが本当に苦痛で、ゲームしてる時ならまだいいんですよ。だってその別にゲームしなきゃいいだけだから、別に僕もゲームしないこともできるから それはいいんですけど、 Google マップとかね、そういうの使ってる時、あとは電話ちょっとね、その長い時間電話しなきゃいけない時とかに電話してるだけでその熱くなって処理落ちしたりするんで、もう本当に何て言うんですか、もう苦痛しかなかったんですよ。もうストレスの塊だったんですよ。なのでこのタイミングで iPhone12 Pro を買いまして、まあバッテリーの持ちとか処理速度もね、めちゃくちゃに上がってるんですよ、中身の性能も。だからそういう面も全部クリアして、僕のストレスを、ね、もう劇的に減らしてくれると信じて、iPhone12 Pro を、購入しました。一応色はねパシフィックブルーっていう新色なんですけど、まあ、この辺出しておきましょうか。でこういうものなんですけども、まあもうね、発売日もう1日2日3日ぐらい過ぎてるって、そのレビューアーさんたちが YouTube とかでレビューしてたりとか、もう今年もね毎年恒例ヒカキンさんが全機種全カラーを買ってきて、それをなんかお風呂とか、なんか今年はなんだっけ、プールだったかな、になんか投げ込むみたいな、そういう動画を撮ってたりするんで、まあ、よかったらヒカキンさんの動画とか概要欄に貼っとくんで、そちらも確認してください。ね、まあなので今そういうレビューアーさんたちのを見て、色味とかそういうのも考えて、あとアップルストアの在庫状況を見て、で購入に踏み切りました。拍手お願いします皆さん。
いや、うちの家族ね、僕がね10万も払って iPhone 買ったのにね、もうなんかおめでとうとかも言ってくれなかったんですよ。僕ちょっと寂しいんですよ。なのでこの動画見てくれてる皆さんね、僕にちょっとおめでとうって一言言ってほしいです。僕おめでとうって言われたいです。せっかくこんな高い金かけて買ったんでね。まで、あ、そうそう、それで iPhone7 ってもうすぐでね4年経つんですよね、買って使い始めてからって考えると、まあ12の方が性能いいわけだから、まあそれと同じもしくはそれよりも長く使える可能性があるわけで、ってなってくると、まあ4年って考えると、ね、で10万円ぐらいだったら年間2万5000円とか3万円ぐらい、って考えると、まあそんなに高い買い物じゃないなっていう風に思っちゃうんですよね、僕。アップル信者だから頭おかしいんですけどね、普通に高いんですけど。あとはその今回その新企画の充電のマグセーフっていうのがあるんですよ。一応物がこういうものなんですけど、写真出しとこうと思うんですけど、まあ携帯の裏に貼り付けて充電するものなんですね。そういうのもね、その在庫がなくて、その注文してからなんか2週間3週間経たないと届かないみたいなこともあったんですけど、それも僕が自分で店舗に行くことによって、受け取れるということで在庫を出してもらってね、今日そういうのも受け取ってきたいと思います。ちょっとね、僕もうテンション上がってるんで、この今回のこの iPhone 騒ぎの動画は2本立てにしたいなと今のところ思っております。今こうやって喋ってるのと、あとは iPhone をその実際に受け取る直前までの動画で前編で、 iPhone を受け取って実際にこう触ってみてとか皆さんにこうやってお見せしてっていう話を後編とかにして、はい、動画2部作成にしようと思うので、この動画をご覧になられた方はもうちょっとね、次回の動画は少しお待ちいただければ、まあ他にレビューさんとかもいっぱいいるんですけど、まあ僕個人の見解とその僕のファーストインプレッションですね、 iPhone のファーストインプレッションとかを皆さんにお見せしようと思うので、はい、よろしくお願いします。非常に興奮しております。今たった今ですね、朝の8時40分なんですけども、ちょっと au ショップとかにも問い合わせたいこととかあるんですけど、お店が10時にしか開かなかったとか、あ、ちなみに僕が受け取るのはですね、まあ、午後になってからなので、まあ、まだ全然時間はあるんですけど、朝から興奮冷めやらぬという感じでおります。はい、よければ、そうですね、もう僕のこのテンションの伝わったかな、皆さん伝わったかな、僕がねその喜んだりでなんかはしゃいでたりした方がね、見てる方としてもいいっていう風に言ってくれる視聴者さんいるんですよ。ただ僕のテンションが上がらなくて最近動画上げられてませんでした。本当に申し訳ないです。ただ iPhone 変わって、ね、映像とかも良くなるので、その分僕も動画のそのモチベーションとかも出てくると思うので、そうなった時にね、皆さん見てくださいね。本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、この動画はこちらで終わろうと思います。概要欄に、Twitter、Instagram、あと、まあ、いろいろラジオとか LINE とか、ありますので、登録お願いします。そうですね、そういう感じで終わろうと思います。皆さんね、Apple信者になりましょう。じゃあ、さよなら。バイバイ。